はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書1章の内容のテスト対策やっていきます。で、今回は10問あるんですけど、まあ一回ね、いつも通り動画止めてやってみていただきたいんですが、その時に早く正確に解くってことを意識してやってください。いいから早く正確に、まあ正確にっていうのはいつもね、みんな意識してると思うんですけど、できる限り早く、もしよかったらタイム測ってください、ストップウォッチなんかで。ちなみに自分はこれ2分1秒でした、解くのにね。で、なんでかっていうと、この最初のテストっていうのは計算問題がドバッと出されます、基本的には。で、その時にある程度この辺でスピードをつけておかないと全部間に合わないとかで、正確に解けないとケアレスミスが出るみたいなことが起きるので、なんでそこをね、意識してやってもらえたらと思います。じゃあ早速ね、1問から自分ね、解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、基本的な計算方法に関しては本編見てください。で、いきます。5プラスカッコマイナス7、これは5とマイナス7をくっつけるイメージなので、まあマイナスの方が大きいからね、マイナス2となります。で、この辺がいや、なんでマイナス2なのって思う方はさっき言ったように本編で確認してください。ちょっと消えました。で、次マイナス4とマイナス10ですね。まあ自分はここにプラスが隠れてるイメージでよく解いちゃうんで、マイナス4とマイナス10をくっつけて、マイナス同士だからマイナスで数を足してマイナス14と。で、次12マイナスカッコマイナス7です。で、マイナスカッコってきた場合はこいつをプラスに変えて、この中身も符号を変えるっていうのが一番やりやすいと思います。なので12プラスプラス7になったから、つまり12たす7ね、これね。で、12たす7なんで、19と。で、マイナス5プラス11に関しても、マイナス5とプラス11を足す感じですね、イメージとしては。なんで、プラスの方が大きいから、答え、11と5引いて、6と。これで OK ですね。まあ、どんどん行きましょう。だんだん難しくなっていきます。で、今度3つになるので、まあ、一個一個やっていくといいです。まず、マイナス4、プラスマイナス5。まあ、ここに関しては、よいしょ、マイナスとマイナスなので、マイナス9になります。で、マイナス9とプラス7を足すので、マイナスの方が大きいね。つまり、あ、一回書くか。マイナス9、プラス7なんで、マイナス2と。こんな感じ。で、次はですね、まあ、中括弧が出てくるんですけど、これは、まずここ計算します。括弧中身ね。5をマイナス、括弧マイナス3。で、これはさっきと同じように、括弧の前のマイナスをプラスに変えて、後ろの符号も変えるんです、一緒に。つまり、5を足す3です、これ。だから、8だよね。括弧の中身がこうやって8になったから、つまり、11マイナス8になる。だから、答えは、3となります。で、これはほんといつもね、赤青でやっていくんですけど、多分ここ青赤にした方が見やすいと思うので、ちょっと色変えていきますね。交互にしていく感じにします。で、小数です。で、小数も基本的にはやり方一緒です。だけど計算ミスが出やすいです。特に小学校の時に小数の足し算引き算が若干苦手な子っていうのはね、出やすいんで気をつけてください。まずここからいきましょう。まあ、マイナス同士先にくっつけてもいいんですけど、まあ、計算の順序はみんなに任せます。で、ここ、プラス 3.2 とマイナス 1.5 をくっつけるイメージ。で、プラスの方が大きいよね、ここはね。だから、大きいから 3.2 と 1.5 を引くんですけど、まあ、一応ここやろうか。小数点の位置合わせて引き算します。で、まあ、繰り下がりみたいな。こうやってやれば 1.7 って出てくるので、ここは 1.7 ね。つまり、1.7 マイナス 0.9。で、これはもうそのままね。じゃ、ここだけ筆算やります。で、繰り下がるから8、0が残るから 0.8 みたいな。やること同じだからね。小数になっても。ただ、計算ミスが出やすいんで、そこだけ注意してください。で、もう一丁。で、ここはね、まあ、カッコがいっぱいあるんですが、まず、問題の最初にカッコが来てるとき、これカッコ取っちゃっていいです。もうないものと思ってもいい。消しちゃおうか。ないよっていう風に思っても大丈夫です。最初のカッコね。カッコの前にマイナスとかくっついたら、こういう、さっきみたいにね、
符号を変えるみたいなことをしなきゃいけないんだけど、何もついてなかったんで、まあないものとして考えましょう。で、カッコの前のマイナスがいるから、プラスに変えて符号を変える。こいつもそう。プラスに変えて、後ろの符号を変えます。こうやってね。じゃあまず前から行きましょう。ここ。マイナス 7.2、プラス 4.5 ってことだね。で、マイナスの方が大きいから答えはマイナスです、ここの。で、マイナスとプラスがぶつかってるので、引き算します。大きい方から。って言って、筆算書いちゃった。まあいいか。で、7。繰り下がってるから6で、で、2.7 ですね。で、マイナス 2.7 とマイナス 6.3。マイナス同士なので、答えマイナスです。で、マイナス同士だから、2.7 と 6.3 を足すので、やるか。6.3 足します。0。1個10増えたから、9となって、9.0。つまり、0消えて9ですね。だから、答えマイナス9と。こうなります。で、次、あと2つ分数です。今まで塾講師やってていろんな生徒を見てきた中で、嫌がるのは分数の方が嫌がります。生徒。嫌がるんですけど、本番、テスト本番で計算ミスが多いのは小数だったりします。これ不思議なんだけど、明らかに分数とかめんどくさいんですよ。なんだけど、だから小数ちょっと気をつけてね。結構いけるいけると思ってる子がミスったりするので。で、分数に関しては、まあ、足し算引き算しかないので、全部通分です。まず分母見ます。2、6、3。だから、それで6に合わせる。全部をね。で、その前に、まあ、カッコの前にマイナスがいるから、プラスにして、プラスにする。で、一気に全部揃えちゃいます。全部6分の2ね。2分の3、6分の2すると、2を3倍してるから3も3倍で9。マイナス書きます。ここは6分の5。そのままで OK です。で、プラスプラスになってるのは、つまりプラスなんで、まあ、こう書いちゃっていいです。プラス。で、3分の1を6分の2すると、6分の2。で、結局ね、やることは、9、6分の2揃ってるからさ、9-5 を足す2をすればいいの。で、9-5 は4でしょ ?4 足す2は6、6でしょ。つまり、6分の6。だから、答えは1だよっていう。これで OK。で、ラスト。でも10問終わった後に、ちょっとケアレスミスをテストの時に減らす方法っていうか、ちょっとポイントみたいな1個説明しますね。で、これめんどくさいんですよね。6、4、3、6、2です、下。何に揃えるって、これ12に揃えます。で、その見つけ方なんですけど、まあ、自分がよくやる方法は、一番大きい数、6ありますよね。で、それの倍数考えます。6、次2かけて12、18、24って。で、この中で小さい方からチェックね。小さい方から4と3と2があとあるので、4、3、2で割れないかなって考えるんですよ。で、3と2は6いけるんですけど、4がいけないんで、こいつはダメなのね。じゃあ次、12。お、3も2もいけるし、4も割り切れるじゃん。だからこいつ、みたいな。風に探すといいです。分母はね、もし数が大きくなってちょっとわかんねえなって思った時は。だから全部12に揃えます。ちょっと頑張ろっか。12分の、ここ2倍だから2、マイナス12分の3倍だから9。で、ここですね。まあ、これ一回ちょっと書いちゃおう。同じようにね。中括弧、マイナス12分の、4か。マイナス括弧、12分の2倍してるから10。マイナス12分の、6倍してるから。6倍だね。18。括弧、中括弧、閉じと。で、これどっからやるかっていうと、中括弧の中に括弧があって、まだ括弧の中計算できるから、こっから計算します。この中身から。いい?で、12分の10引く12分の18。だから、上の10引く18をして、マイナス12分の10、そうそうそう、10って言っちゃった。12分の8になります。で、約分できるんですけど、しません。あえて12に揃えてるからね、今ね。いいかな。今、こうなってる。ここが。で、ここにマイナスくっついてるでしょ。だから、マイナス括弧だから、プラスにして、プラスにします。計算してから処理してください。先にやんないでね。で、今、マイナス12分の4、足す12分の8になったんで、ここが、12分の、マイナス4足す8なんで、4になる。
これで、こことここ全部計算終わりました。でも、カッコ残ってるんで、まあ、中括弧書きたいとこなんですが、もう、このね、普通のカッコがなくなってるから、こっちで書いちゃいましょう。今、こうなってる。まあ、一応プラス書いとこうか。こうやってね。で、ここマイナス言います。マイナスが。で、マイナスカッコになってるから、プラスに変えて、こいつの符号を変えます。マイナス2。そうすると、12分の2、引く12分の9、プラス、マイナス12分の4と。いう風になったので、よいしょ。12分の、まず2引く9でマイナス7でしょ。2引く9で。で、プラスマイナス4するから、つまりこれとマイナス4をくっつける。だから、マイナス11になるので、ちょっと下ギリだったね。答えが、マイナス12分の11と。これで終了となります。分数に関してはもう通分です。通分してちゃんとやっていくと。で、まあ最後に関してはちょっとめんどくさいの入れましたけど、計算の順序っていうとこですね。中括弧、この中括弧ね。って言うんだけど、で、これ小括弧があって、これが先です。計算できるんだったら。さっきこの状態は中括弧あったんだけど、括弧の中身がマイナス3だけだったんで、こんなの計算できないでしょ。だから先にこっちも計算しちゃうみたいな流れだったんですが、ここが計算できるので、ここやる。で、次ここやる。で、全体にやっていくっていう流れで解いてください。で、もし、そのね、中間テスト本番の時に、まあ、計算問題がドワーって出るわけですよ、基本的に。まあ、10問、20問出てくると思います、基本的にはね。で、だんだん難しくなってくるんですよ、やっぱりテストの時も。で、ポイントなんですけど、特にケアレスミス、ボンミスってやつですね、が、ちょっと多いなって、なんかマイナス付け忘れちゃったりとか、うわ、ここ違うじゃん、みたいな、おっしゃるなって思う方は、解いてるとき、これね、普段のワークとか解くときもそうなんですけど、解いていくときに、あれ俺この問題、私この問題ちょっと計算ミスするかもしんないなって思う問題。自分だったら、俺はね、分数が結構計算ミスが多いんですよ。なので、それとか、あとは解いてて、いやちょっとこれ怪しいなーみたいなときに、問題番号のときに印をつけるの。これ何の印でもいいです、自分の。わかる印だったら。今三角にしましたけど、これ怪しいなーと、あ、これもちょっと怪しいなーみたいな。この辺とかは絶対大丈夫って思うやつはつけなくていいの。で、あーちょっとこれ怪しいかな、計算ミスしてるから、解けたけどね。解けたけど計算ミスしてるかなって思うようなやつに印をつける。こうやって。なんでかって。これやりますよね。ずーっとテスト解いていく。後ろ問でも解き終わりました。残りの時間が10分残った。どこ見直しするって、ここ見直しするの。優先的に。できれば全部やりたいよ、見直し。いい、人はミスをするからケアレスミスが出るんだって。完璧には解けないから。いい、なので、でも全部チェックしたら時間がもったいない。だったらミスしてる可能性があるやつを優先して見直しした方が得点上がるでしょ。でやっていくといいです。これは普段のワークでもそう。癖をつけた方がいい。普段やってないのにテストでいきなりやろうと思ってもきついです。いいかな。これは見直す順番を確保する。10分残るか5分残るか分かんないよ。わかんないけど、残った時間を有効に使うために、ぜひこれやってみてください。では、今回は中学校1年生の一章のテスト対策やらせてもらいました。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。で、次回なんですけど、そのリクエストくれた子がですね、そのまあ足し算引き算と掛け算割り算もリクエストくれてたので、せっかくなら次回、掛け算割り算の入ってるその計算演習というか、こういったタイプ、ちょっとね、少し難易度が低いのも入ってるやつをね、やろうと思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。